はい、どうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はですね、銀座の8号さんに行こうということで、なんで今日行こうかっていうことになったかというとですね、沖縄でお世話になった僕の島の同級生、料理する人間が顔映さないですけど、こっちに来てまして、もうせっかくだから、それだったらね、これたまげるぞっちゅう、大人気だし、行列もすごいですけど、味も見た目も接客もすごいっちゅうの、まあ、同じ料理のあのあれですから経験していただこうかということで、銀座の八号さんに行くことになりました。ここから歩いて5分もかかんないぐらいじゃないですか。東銀座駅の5番出口すぐ近くです。そこを今来て、こうやってくるちょっとだけ曲がったところなんですけど、食べていきます。あの特製のやつ、ちょっと豪華なやつにして2人で食べていきたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。来ました、特製です。いらっしゃいませ。
いやー行ってきましたよ、銀座の八号さん。今回も本当美味しかったね。あの料理をやってる、あのさっき説明したね、料理をやってるこの男も大満足して、顔写したやつ大満足して、美味しかった美味しかったって食べていました。で、この後はもう今日帰るんですけど、あ、一回映ったことあるか、沖縄で映ったの、大丈夫かな。この後はちょっとそこら辺をプラプラして、で、銀座こんな感じだよって見て、歌舞伎座の前で記念撮影をね、パシリパシリとやるようなことをして、で、その後どうしようかなというふうに考えているところです。その前にあっちのなんとか公園に行ってちょっとタバコを吸ってきますけれども、この続きの動画も何か作っちゃうかもしれません。銀座八王さん、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。花と黄色です。綺麗ないい香りがする花と黄色です。北千住です。北千住です。北千住駅に来ました。何をするかはちょっと不明なんですけど、プラプラ歩いて北千住駅に来ました。ちょっとプラプラ歩いて、やっぱ発展してるね、北千住発展してる。とりあえずエスカレーで降りますよ。いや涼しくてよかった本当。ライオンあるね、ライオン。ライオンあった。ライオン。Yo he cantar esta canción para mi gente.